はい、こんにちは。さちです。たえです。さちたえチャンネル行ってみよう。久々にやったな。はい、てな感じで本日は浜松駅こちら、はい、来てます。それでいつもあの駅より向こうの居酒屋さんとか、うん、飲み屋さんに行ってるので、ね、今日は浜松駅の周辺に居酒屋さんとか、うん、飲み屋さんとか、うん、ディープな方向を、うん、紹介していこうかなと。なんか浜松に来たら駅来るじゃん、みんな浜松名物を食べたいみたいな感じになって、うん、それであんまりこう歩くと嫌じゃん、うん、雨の日とか、うん、だからこちらに来たら近くである店を紹介してきたらいいかなと思って飛んでいきましょう。駅ですね。こんな感じで南口ね、うん、切ってます。ここ向こうから行こう。駅町、はい、駅町行きました。駅町どう、いろいろある。あれ、こんなのあったの。ボディケア、ね、こんな感じになってます。じゃあ駅の下でお店、下っていうか何これ、ここのまっちゃんがあれじゃん、あそこと一緒なんでしょ。あっちここ、ここまっちゃんちょっとして飲めそうだね。うどん、うどん、あ、そうじゃん、ここ立ち飲みちょっと行ってみよう。結構なんか賑わってる。あ、座れるとこがあるからここと、ちょっと賑わってますね今下ね。こんな感じ。レディースデーだと100円だ。ほんとだ、今日は違うじゃん、月曜日。そうね、月曜日人いない。こちらはワイン屋の方に来たんじゃない。一緒か。あ、ワイン屋でブドウ屋と一緒なのね。ここ来たよね。ここ来た前ね、ここ来ました。なんかありますよ、日替わり。おお、こんな感じになっております。もともとコスタした、駅下、駅下、昔コスタって、コスタって言ってたのよ、ここ。あ、そうなの、うん、知らない、コスタって言ってたのよ。そうそう、昔でもトリコロールだかって言って昔からトリコロールだったと思うんだ。ちょっと綺麗に、うん、そうそうそう、めちゃくちゃたまり場だったのよ、ここ。まあ駅のとこだからね。そう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 、なんか昔ここのチーズポテトだかをよく食べてたんだよね。こちら、ここは来たよね、撮ったよね。うん、もしこういう感じ。一風堂です。あ、どこでもあるね。魚菓子です。酒屋メニューも結構あって、ここはなんかいいんじゃない。まあね、飲めるもん、飲める昼からほらなってて。でこちらお土産屋さん、こんな感じで浜松はこんな感じですよ。駅を出てね、ビッグカメラの方来ます。はい、ビッグカメラ側。あ、こっちにもあるんですね。そうそう、高架下っていうの一応。そうだね、いや駅の高架下、ビッグカメラのね、こっち、あっち行くと煙鉄、この串友とかが入っているこちら。そう、この中に入ってるんだよね。ここに潜入していきましょう。この通り、じゃんじゃん、でんでん。浜松のね、説明を私たちしますので、浜松キャンペーンガールなんて。なるんですか。どっかで聞いてね、浜松なんとかあれ。浜松キャンギャルや、キャンギャルや。広報部長や。空いてるからね、時間も時間で。もしこんなの初めて入ったかも。これね、あれが降りるの、あのチケット、チケット駐車場券も。あ、そうなんだ。そう、ここで食べると、だから地下に止めてもいいよみたいな。あ、なるほどね。日曜日は街中の方が空いてんだよ、ご飯食べに来る。あ、なるほどね。そうだから結構おすすめ。どれぐらい
石と石ぐらい石と何だよ、うん、そうここいいよ、ここいいじゃん、ここいい、ここでこれのおそば来たことないよ、結構だからいろいろお店がありまして、ね、にあるんだよね、そうそう、チャンネル登録してね、サチタイチャンネル行ってみよう。